歳の選手が発表されたということで、順番に考察動画やっていきたいと思います。ちょっと長くなるかなと思うんですが、お付き合いいただけたらと。で、さらにその前に、僕なりにこういう新ガチャが出た時に思うことなんですけど、課金をする人、僕も課金してる人なんですけど、の考え方が、それぞれみんな違うと思うんですよ。僕の価値観ですよ。お金かけてまで何かを取りに行くんやったら、やっぱり持久弾が欲しいんです。もちろん、めちゃくちゃ強い選手は何でも欲しいと思うけども、何でもじゃなくて、わざわざお金を使うなら、もう持久弾の、それも限定選手が例えば欲しいなって思います。自分の持久弾の限定選手が出てる時に、その時だけは課金してみようかなっていう風になるんですけど、これをちょっと一つ踏まえた上で、ガチャってどうなんかなっていうのを見ていきたいなと思う。ちなみに今回のガチャは僕はちょっと期待以上かなと思ってます。いつもね、阪神で言うと大山ばっかりとか、あとは、青柳ですね。青柳ばっかりとか、活躍してる選手やからっていうのはもちろんわかるんですけど、なんか、その時々限定のピックアップなんで、なんか、わざわざね、その持ってる選手の新しいのが出ても、ここで言うと、僕は大山の新しいカードを持っている、前回の超バーサス祭ですけど、持っているので、超バーサス祭で大山が実装されても、いや、今回は追わないかなって。サンズはいないんですけど、他のポジションの誰かが出た時に追いかけたくなるので、本当は同じ選手を出してほしくないんですよ。何度も何度も。もちろん、通常で使うにしては欲しいんですよ。山本だったり、強い選手がもちろん欲しいけど、でもわざわざ課金するんやったら、やっぱり持久弾の珍しい選手を使いたいから、こういう時ね、できるだけ普段選ばれてない選手が選ばれてほしいなというのが、僕の、なんか、ガチャに毎回期待するところなんですけど、今回それちょっと結構答えてくれてるので、見ていきたいなと思います。ちょっと前置き長かったですが、で、山本ですけども、もうなんか目が肥えてきてるというか、山本ばっかりなので、超バーサス祭は山本千賀が常に、あと菅野かな、ね、出てたような印象なんですけど、今までの山本と比べれば、パワーカーブの裏のスローカーブがなくなってます。僕はこれがすごく生命線なので、自分がやる上で。それから、高速スプリットの裏の、チェンジアップがフォークになっているということで、こう、全体的に球が速いものばっかりになってるから、こう、タイミング取りやすくなっているのかなって。ちょっと球持ちが B だったか C だったか、ここがちょっとわからないんですけど、特に確認もしませんが、当たらないので。山本が出ればね、それだけで勝率上がるんですけど、もうその強い山本を使わせてもらってる僕からすると、やっぱりスローカーブとか、チェンジアップとか、スピードの違う球種があった方が良かったのかなと。強い上でね、贅沢を言うと、やっぱ毎回出てるから、やっぱりちょっと選びたくなりますよね。さあ、そして佐々木朗希が、佐々木朗希って制球 S なんですか？ 164 キロ投げるのに。これに関しては、やっぱり一度見てみないと、164キロの投げる高速フォークは一体何キロなんだろうっていうのは、もしも持ってはる方がいたら企画してほしいぐらいなんですけど、一体、ちょっとどう、高速スライダーが何キロスライダーなのかとかによって、もう普通の高速スライダーであればこのタイミング、高速フォークであればこのタイミングっていうのを圧倒的に覆されてるとしたら、ちょっと読めないですね。それ以外で言うと、ある程度、まとまってるとは言えないですけど、ツーシームとかシュート系がなかったのは大きいかなと思います。164キロ。佐々木朗希との対戦は僕ほぼほぼないです。2回ぐらいかな。やっぱりそれだけレアなカードなんだと思います。で、あとスタミナがギリギリ乗らなかったのは良かったかな。これ何ですか？三振に仕留める？こんなんできてんの？完全投球、ツーストライクに追い込むとストレートと高速フォークが45アップ？何これ？あったんかな？過去にありましたよって、またなんか言われるんやろうけど、もう一切受け付けないですけども、三振に仕留める完全投球というアビリティがあるんや。2つアップ、ストレートと高速フォークが、ストレートが S になって、高速フォークがこれだと SS になるってこと。ちょっと特別ですね、佐々木朗希は。やっぱり完全投球ってあんねや。へえ。新アビリティなのか過去にあったのか、どっちでもいいです。名前何やったか、大勢ですね。
159キロを投げる制球が、これは奪三振とかで上がってくるのかな。2ストライクで決め球になったら A になってくると。159の球持ち B ですよ。159の球持ち B で、スライダースライドフォークフォーク、縦スライダーということで、ちょっとだけバーサスもふざけてきたかなって。まあいいですけどね。前まではなんかもっとこのアビリティでいろんなこう個性を出してくれてたんですけどね。ちょっと最近変化球ふざけてきましたね。もう特に触れずかな。なんやろな。いろいろやってもらったらと思うし、まあまあそういうのをやってくれる方が面白いと思うんでね。なんか、パワープロが呪術廻戦コラボっていうのをやりだしたんですよ。まあ、なかなかバーサスがそういうのしたらちょっとまたゲームのイメージ変わってしまうかもしれないけど、野球にとらわれずそういうコラボがパワープロでは始まったということで、まあバーサスもぜひぜひいろんな工夫を、まあその一つかなと思うんですけども、マッシューっていうんですか、漢字、ひらがな小文字、カタカナ、防線といろんなものが入っております。また変更になるのかな、この表記は間違いでしたとかっていうのがあるんかな。昔よくありましたよね。そして、セブライオンズ見た、この辺がだからさっき言ってたその同じカードは欲しくないっていうところで言うといいですよね。セブライオンズが巨人の人にとっては1枚欲しいなって思うところかなと。で、こちらも150キロで球持ち B と、ちょっと球持ちの価値観変わってきてるんかなと思うんですが、カットボールがとんでもなく速い球に対して、そうですね、スライダーも裏にあるし、ドロップ、サークルチェンジってブレーキが効いたものと、ツーシーム、スプリットっていうの速い球もあるし、ちょっと面白いピッチャーになってるのかなと思います。ツーストライクでドロップが B に乗ってくる。まあ、決め球にはちょっと使いにくいですけど、まあ使えなくはないのかなと思います。で、左打者を打ち取る魔球はカットボールですか。カットボール回が S になってくるということで、ちょっとなんかあんまり見たことない組み合わせの変化球を持ってはるんで、このカードがどう出るのかちょっとわからないですね。なんか個性的な組み合わせというか、打つ側にとっても難しいかもしれないですけど、まあドロップ、スプリット、ツーシーム、カット、スライダー、全般的にもサークルチェンジ以外は大きくは動かない変化球なのかなと思います。さあ、で、これが、これさっき覚えたけど忘れたな、ジャイエル・ロドリゲスでしたっけ、Y じゃなかった、 J ちょっと忘れました。ロドリゲスが凄まじい160キロ制球 B、ナックルカーブ、縦スライダー、まあほぼほぼ160キロでナックルカーブが面白いのかなと思うんですけど、そこに横スプリットか、160の横スクリップの、2スライクに追い込むと縦スライダーが45アップ。なんかごめんなさいね、気が乗らないな。なんか久保田が1枚も出なかったんですよ。 S どころか限定パック自体に出ないままに超バーサス祭がスタートしたので、なんかそうっすね、なんかなーって思ってます。さあ、そして、まあ横スプリットが面白いかなって、160キロでね投げてきはるということで、ツーシームもあるし、ストレートもあるし、ちょっと見に分けにくい球が多いのかなって。で、急にまあナックルカーブでブレーキかけて、しかも遠くに飛ばせれるんで、1点争う場面だとすごい緊張すると思います。で、ここですね、これもやっぱりちょっとかわいそうかなと思うところで、村上くんの SS は持ってる人多いと思うんで、その限定に限らず、やっぱこういう場面の時はまた違う選手がピックアップされて、そしてまあ能力底上げされたものがね出てくれたらよかったのかなと思うんですが、また村上くんが選ばれてるということで、もちろん選ばれる選手なんですけど、まあ、ゲームなんで、まあ、せっかくやからさっきの大勢とか隅田みたいな、まあロドリゲスもそうですけどね、ピックアップあればよかったのかなっていう感じですね。ここも伊藤もまあとか選ばれすぎかなっていうところで、対戦するには嫌ですけど、伊藤のノーマルをこの間僕は取れたんですけど、まあ、見比べて、まあ、ちょっとでも分かりにくいかな。なんとなく、いやでもまとまってるとも言い切れないですね。ちょっとやっぱ打ちにくいピッチャーではありますね。
何投げんねんって毎回思うところなんで、もう僕は毎回決めてます。伊藤と対戦するときはストレートを待ちます。で、阪神が佐藤くんが選ばれたということで、僕はもう昨年の予想で、阪神はどうしてもね、2年目になると使わないとかってことがあるので、もう強い佐藤くん二度と出ないと思ってたんですけど、また今回選ばれて、ちゃんとサードも A がついてて、守備としても全て発動するし、まあ、1、2番には使えないですけど、クリーンアップであれば全て発動するということで、まあでも課金してまで欲しいかっていうと、僕、ノーマルの佐藤を手に入れたんで、ここからノーマルとバッティングしない選手とかにしてくれてたら、あ、これは追いかけないと取れないんだ、ノーミーはここにしかいないみたいな気持ちになると思わず社交心が煽られるんですけども、まあまあ佐藤であればノーマル持ってるからいいかなとか、また出てくるんやろうなっていうところでちょっと気持ちが盛り上がらないかな。せっかくね、バーサス祭ってついてるんですけど、まあそんなところですかね。もちろんタダでいやもらえるなら、もらってやってもいいよっていう。で、これ、かわいそう。これ横浜ちょっと、ここまで盛られるぐらい盛られてるじゃないですか。159キロ投げれる玉持ちビーヤとか、先の完全なんちゃらとかいろんなものがついてる中で、なぜ横浜だけこんなに絞られた。これだとオーダースキルが全くその 1,2 それかクリーンアップまではめれないから 6,7,8 にはめるようなことになってくるのかな。ちょっともちろんいいバッターですけど、もっと高い評価してくれてもよかったのになっていう感じはしてます。で、こちらこれは楽天の人欲しいんちゃうかなって思うんですけど、普通肩が弱いと外野として欲しくないってレーザービーム発動しないんで思うんですが、これだけの能力あったら欲しいですよね。で、左弱いやんって思うけど、これチャンス、要はランナーなしの時に高打長打どちらも45アップっていう打撃の真髄がついてるので、左に対しても高打力は A になるし、長打力も B になってくると、まあ1番で使えばですけど、まあそういう場面は多いと思うので、1番西川にすればもうめちゃくちゃ嫌なバッターとして使えるので、でうちちなみにレフトがいないんですよ。欲しいなって。まあでも西川はあんま好きでもないかな。なんかそうですね。で、こちら、又吉移籍後、ソフトバンクでピックアップされているということで、やっぱすごいですね。こちらも玉持ち B の148キロ。まあ、これぐらいが本来ですよ。もう玉持ち B で159とかはちょっと異常すぎるんですけど、まあ、これがどう転ぶのか、そうですね、カットボール回が、まあ、とにかく珍しい。S っていう、カットボール回 S っていうのを球持ち B の人が投げるっていうのが珍しさがあるんですけど、後の球に関して果たしてどうかなっていう、結構待って当てれんことはないのかなという気もするので、この又吉の評価は僕の中ではちょっとどういう風になるんかなと思ってます。使用感っていうのかな。そして床田、ここもまあもうちょっと選ばれすぎですよね。何か違うピッチャーを選んでくれてもよかったのかなと思うんですが、縦ツーシームとパームの組み合わせがちょっと珍しいなと思ってて、どんな風な感覚になるんかなって。縦ツーシームってまあ速い球ですけど、でパームと変化的にはね、どちらも最初ふわっと動くようなイメージ僕はあるんで、ちょっと難しそうな感じで、こちら151で球持ち C なんですよね。このあたりは三振に仕留める制球力で決め球が、A に乗ってくるのかな。もちろん小さく、まあ、スローカーブでスピードも変えれるし、ツーシームでツーシームで速くもいけるし、高速スライダーで速く、あ、すごいな。一応なんかまんべんなく速い球、遅い球、いろんな変化球を持ってるような感じですね。でもなんかもう前半のメンバーの感じからしたらもうちょっと、珍しさがあってもいいのかな。で、今回は僕はそうですね、西川が面白い能力やなっていうのと、そうやな、まあ、ここも面白いですけどね、ロドリゲス、ここも面白いですね。これはちょっと読めないな、まだ読めないな。大勢、これまあすごい、佐々木朗希もすごい、まあすごい、全部すごいですけどね、佐々木朗希
いや、こっちの方が面白いかな。大勢の方が面白いんですかね。玉持ち B 持ってる159っていうところでどういう動きをするのか、ちょっと面白そうな、まあ、特殊な球も投げるみたいですし、ちょっと長くなってしまいましたが、あんまり僕今回はちょっとあんま乗らないつもりでいます。本当はやっぱ久保田が欲しかったかなと思うんですけども、今回の考察動画はこんなところでした。長い間ちょっとお付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひぜひ対戦動画の方もちょっと撮影しているので、また上がった時に見ていただけたらと思います。高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。